それはある秋の日の夕暮れ、昨日と変わらぬ穏やかな夕暮れのように思われた。しかしその頃、誰にも知られず地球に降り立った宇宙人ヒマラは、すでにある計画に取り掛かっていた。街をいただくヒマラ、何なんですそのヘマラって。ヒマラだ、ヒマラ。そいつが何だかわからないからこうやってパトロールしてるんじゃないか。はあ、こんにちは。あ、どうも。お精が出ますね。明日もいいお天気ですよ。ええ、夕焼けが綺麗ですからね。中島、消えたってどういうことだ。何だから、落ち着いて。消えちゃったんです。マッチが丸ごと。
まさか消えた？町をいただく。ヒマラの仕業。三つの町が一瞬で消えちまうとはな。それも何の痕跡も残さずにだ。ひょっとしてどこかに転送されたんじゃ。転送された？ええ、三つの町は住民ごとどこか別の場所に送られたんじゃないかって。別の場所ってまさか地球以外の星にか。わかりません。仮にそうだとして、ヒマラは一体何のために町を。罠かもしれん。上等だ。アスカ。君だね、この星を守っているのは。アスカ君、私は何もこの星を侵略しに来たわけではないのだよ。そういう野蛮なことは私の趣味ではないのでね。ただ私は見つけてしまったのだよ、この星で実に美しいものをね。美しいもの？そう、この地球には他の星々では決して見られない美しいものがある。なんだかわかるかね。それはね、夕焼けの街だよ。私は一目で心を奪われた夕焼けの街の美しさに。アスカ君、私は気に入ったものは手に入れることに決めている。つまり私が美しいと感じたものはもはや全て私のものなんだ。勝手なことを言うな。町はお前のものではない。そこに暮らしている大勢の人々のものだ。人々？ああ、あれは余計だったな。見苦しいのでいずれひとまとめにしてどこかに捨ててしまうつもりだよ。ふざけるな。町はどこへやった？おや、それもわからないのかね。そんなことで君にこの地球を守れるのかな。ご希望とあらば案内するよ。待て！乗れ！あそこだ！よし！ここは消えた町第十二ブロックだ。こちらですか。応答願います。ダメだ。なんだか世界がみんな消えてしまって、この町だけがぽっかり残ってしまったような、そんな気がしますよ。どうなってるんだこの町は。
ずっと夕焼けなんだ。夕焼けだから帰らなくていいんだ。ずっと遊んでられるんだ。時計の針も空の雲も動かない。動いているのは夕方のこの風だけです。おかしい、風があるのに、風があるのになんで空の雲は動いてないんだ。あの空は偽物なんだ。空が偽物だから、あの空を壊すことができれば。その頃、スーパーガッツでは消えた3つの町を取り戻すべく懸命の努力が続けられていた。何？どうした？いや、町が消えた時刻の衛星の観測データを片っ端から分析してみたんですが。衛星の観測データ？ああ、もし町がどっかの星に転送されたんだとしたら、町が消えた瞬間にその移動エネルギーが地球の外に発生してるはずなんだよ。だからその移動エネルギーの行方を突き止めれば、消えた町の行き先もわかる。うん、でその移動エネルギーはどこに向かってるんだ。それなんですけどね、この分析の結果、うん、その移動エネルギーっていうのは発生してません。発生してない？それじゃ消えた町は今でもこの地球上にあるってことじゃないか。わからない。あ、全然わからない。一体町はどこ行っちゃったの。薬飲んで寝よう。そろそろ引き上げる準備をせねばな。よし。そんな闇雲に探しても消えた町の手がかりなんて見つからないんじゃ。隊長の言葉を忘れたのか。他にできることがあれば何でも言ってくれ。あ、何でもいいぞ。心配するな、何でもやってやるから。なんかないですかね。ない。ヒマラに逃げられたら町の在りかは永久に分からなくなる。アスカとカリアの行方も。その頃、箱の中に閉じ込められていたアスカたちは。もっとパワーを上げろ。これで限界なんだ。美しい。頼むジェレット。隊長。よし。こちら本部、ゼレットのレーザー反応をキャッチ。繰り返す。ゼレットのレーザー反応をキャッチ。
火星のオリンポス山をいただくかな。ん？あれ？何？まずい。ん？お？よいしょ。コーラ隊、箱です。ヒマラの箱からゼレットのレーザー反応が。了解。もう逃げられないぞヒマラ。お前たちも仲間のところへ送ってやろう。大成功。
てく。出発します、出発します。さあ、もう家に帰る時間だぞ。だってまだ夕焼けだよ。あれはなんだ。あ、一番星だ。もうすぐ夜が来るんだよ。じゃあ帰ろうぜ。帰ろうぜ。またたまにはキャッチボールでもしてみるか。あ、あらあら、お夕飯の支度が。どこ行ってたんだよ。いや、日が暮れますね。ようやくな。もしもあなたの町の夕焼けがいつまでも終わらなかったら、それはヒマラの小箱の中に閉じ込められているのかもしれません。少年たけしが工場で見たのは超巨大なメカ怪獣が組み立てられている光景だった。次回ウルトラマンダイナ怪獣工場、お楽しみに。